このミニカーはですね、プジョーの、ミニカーでして、ブックオフで500円で売ってました。まあもともともっとこれ安くて、もともとはこれ100円ショップで100円でダイソーかなんかで売ってたんですね。まだ当時ダイソーという100円ショップがまだできて間もない頃ですから、今から18年ぐらい前じゃないかなと思うんです。でこれ記憶があるんですね。でそれでまあ、何年か経ってですね、でそのミニカーがちょっと安っぽい作りで壊れちゃったんで、まあそれをこう何年か経って買い戻したという感じでね。した当時100円で買えたものが500円になってるんだねみたいなね、驚きの値段になっちゃいましたけども、まあこういった感じの車でございます。でまあこれはプジョーの車、この時代の車って分かりにくいんですよね。要するにこの古い時代のクラシックカーっていうのはみんな似たり寄ったような顔してますから、よっぽど調べないとですね、よっぽど車好きになって調べてみないと分かんないですから。でプジョーの車でございまして、まあ、それがね、この手のお車になるんですけども、これはですね、プジョーのトルベードと思います。タイプ81というものですね。でこれは、ベテラン機の、プジョーで記載したように、当時のプジョーにはアルマン・プジョーが、プジョー兄弟の息子たち社から独立して、設立したオートモビルプジョー社が作るプジョー社と、元の兄弟の会社が1906年から作り始めたイオンプジョー社というの2つがあったんですね。の2つがあります。1910年には両社が合併して、1つになりましたが、すぐに車を統治したわけでもなく、第一次大戦までは独自設計の車を作りしていました。イオンプジョーは単気筒2気筒エンジン搭載の小型車がメインでしたが、現在のプジョーのロゴはイオン、ライオンですが、それはこのとライオンですが、それはこの当時から、継承されたということですね。で、このプジョーのトルベートは当時最も純国的なモデルだったタイプ81をモデルと化しているようです。ラジエーターブレードの形状、蓋が開いた台座、ボンネット型は点火灯など実写の画像記録に似ているため、ほぼ間違いないと思います。で、タイプ81は4気筒 2.2L。15馬力エンジンを搭載した中型車で、4ターン変速で最高速度67キロの性能です。なお、この当時のプジョーの単気筒エンジンは搭載の小型車は常にシャフトドライブを採用していましたが、これを気筒エンジン搭載する中型車はまだ氷をチェーンドライブしています。でタイプ811は約250台が、まあ、生産されていた、車ということでございます。当時の、まあ、こういう車っていうのはね、今の時代と比べると非常に車を買う人はごく限られていまして、誰でも彼でも車を買えるという時代じゃありませんでした。それこそお金持ちの人じゃないと車って買えなかったんですね。で、まあ、それだけ逆に言えば車というものがまあ珍しかったということで、まあ、その当時プジョーというのは、今のプジョーは今の我々一般の方でも買えるような車になりましたけども、まあ、昔のプジョーというのは本当お金持ちの方しか買えなかった。で金持ちの中でも大金持ちと中流階級、中流階級のお金持ちがいまして、でその中流階級のお金持ちに向けて、まあ、売り出された車だということらしいんですね。で、まあ、この車もなかなか今に比べるとあまりなくて、まあ、非常に珍しいですね。で当時これ100均のダイソーでよく売られてたんですけども、いつの間にやら姿を消して、このシリーズのミニカーというのはなくなってしまう。まあ、あんまりこういうテレビミニカーっていうのはあんまりこう、まあ、知れ渡らないというかね、あんまり興味を持たない。まあそれもそれですよね。子供たちからすればこんな1900、これに至っては7年型、でこのシリーズは1901年から1914年と、まあ、なかなかこうマニアックなミニカーばっかりなので、よほどの車好きの子じゃないと買わないというね、のがあったですから、だから当時はその売ってみたんだけど、まあ失敗をしてしまったという感じなんですね。でもこれが死ぬ国のことによって後々になったところ不調者になってきて、まあ中古で箱がブリスターの箱が入っている状態で500円ですから、まあこれがブリスターの箱が入ってなくてこう破られて中が出ている状況で綺麗な状態であれば、まあ300円か400円、まあそれでも500円してもまあおかしくないかなという値段でしょうね。で、なかなかこういった車というのも面白くていいなという感じで、作りはね、まあ、100円だったようなミニカーですので非常に、作りとしては、
まあ、柔らかいんですけども、まあ、すぐぶっ壊れてしまうような作りなんですけども、でもなかなかこういうところがね、希少車でいいなと思うところで、こういったミニカーというのも面白いなと感じたね、車でございます。これがプジョーに最初に出された、あ、最初じゃないな、初期型に出されてたこれもプジョーの、まあ、車ということです。どうもありがとう。